はい、本日はですね、2月に買ってよかったものトップ3をね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、先月1月ちょっとできませんでした。というのもですね、あんまり買ってなくて福袋ぐらいしか買ってんから、まあまあええかなと思ってね、2月に今回させていただいております。まあなのでね、2月は基本的にマウンテンパーカーがメインなんですかね。まあ1月2月合わせてね、ご紹介させていただこうということで、本日の流れとしてはまず第3位からご紹介します。第3位洋服買ってよかったもの、第2位買ってよかったもの、そして次に番外編に移行します。で、番外編はちょっと今回高いです。ぐんとお値段上がっておりますけども、まあ低いやつもあるんですけどもね、1個ちょっとめちゃくちゃ高いなってやつがあったりするんですけども、まあそれをご紹介して、その後に第1位という順番にいきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ではですね、まずは第3位いきたいなと思います。第3位こちら、ズドン。こちらのですね、マーモットでしたっけね、マーモットの、コモドジャケットというジャケットになってます。これはなんでじゃあ良かったんかっていうところをね、お伝えさせていただくんですけども、こちらゴアテックスというジャケットなんですよ。だからまあ高機能なジャケットやのに、なんと1万円台で買えるってなったら、僕今までゴアテックス1万円で買えるって言ったらね、モンベルのレインダンサージャケットぐらいしかないかなと思ってたんやけども、このコモドジャケットも一応定価は3万円ぐらいするんやけども、セールとかでね、今もう安くなってますので、1万円後半、1万7000、8000、9000円ぐらいでね、購入できるって考えたら、ゴアで1万円台で買えて、まあ、モンベルのね、レインダンサーと比較してみるとね、ちょっと生地感の張り越しがやっぱ違うんですよね。ちょっとやっぱり安っぽく感じる。こっちのレインダンサーはもう1万7000とかぐらいかなんで買えるんですけども、それと比較するとね、コモドジャケットの方がちょっとやっぱ高級感があるかなっていうところで、僕がもし1万円台でマウンテンパーカー買いたいけど何がいいのって言われたら、まあ間違いなくこっちをね、おすすめすると思います。まあ正式に言うと定価は3万円から1万じゃないんやけども、まあ1万円台で買えるっていうところで言うとね、このコモドジャケットはね、品質かなりいいんちゃうかなと思ってます。まあただ色がね、任天堂スイッチになっちゃってるから、その辺がね、まあどうかっていうところあるんやけども、まあもちろんブラック、全身ブラックっていうのはあったりするし、もうその辺はまあ好きな色を選びはったらいいと思うんですけど、どうしても僕こういう派手な色好きなんですよ。どうしてもこう目がいっちゃうんですよね。だから今回レビュー用で購入はしてるんですけども、まあ実用性を考えるとやっぱ単色の方がいいんかななんていうふうに思ってるんですけど、そちらが第3位。では次第2位に行きたいなと思います。第2位がこちら、こちらチャムスのマウンテンパーカーになってます。正式名称はなんとかドットジャケットみたいなことなんだけど、まあマウンテンパーカーね、これも何がいいんかっていうとコスパですわ。めちゃくちゃコスパいいということでね、ノースフェイスで人気のジャケットがあるんですけど、マウンテンライトジャケットっていうジャケットがあるんですよ。それともうほぼ一緒で、ほぼ一緒やのに値段が1万円ぐらい安いと。だからね、どうしても俺はノースフェイスがいいんやと、わしがノースフェイス着たいんやと、この山の形のザ・ノースフェイスが欲しいんやっていう方はね、マウンテンライトでいいと思うんですけども、いや性能がそれだけあればいいよっていうことであればね、こちらにこれはペンギンではございません。僕ね、ペンギンやペンギンやって言ってね、それペンギンじゃないよってコメントでいっぱい来てましたね。それ失礼いたしました。でもね、これね、鳥らしいんですけどね、まあ、ペンギンも元をたどれば鳥なんですよね。だからまあまあほぼほぼ一緒やないかと、ニアミスというかね、まあまあ間違ってはないんやけども、あってはないよねなんていうところで、まあこちらペンギンジャケットになってるんですけども、レビューの時にもね言ったんですけども、やっぱりこの生地の丈夫さ、70デニールという比較的こう分厚めの生地が使われてて、さっきの3位のジャケットとかは薄めのジャケットなんですよ。どっちかってこう薄いなっていうことで、まあ多分20デニールとかそのあたりやと思うんですけど、こっちは70ってことなんで、まあ倍以上はおそらくあるやろなっていうような生地の張り越しがあって、なおかつこうインナーも着れるようになってるんで、スノーボーとかでも使えるし、もちろん街中でも使えると。ただ時期的にはまあ3月でおしまい、4月上旬ぐらいかなっていうことなんですけど、やっぱ薄ければ薄いほどね、梅雨時期とかも着れたりするので、6月とかでもね、まだ着れると思うんですけど、まあこれに関してはもう今即戦力になるようなジャケットで、まあなおかつ安く買える。ちなみにペンギンじゃございませんよ、鳥ですよなんていうことなんですけど、これが第2位。まあコスパの面部分で言うといいかなってことで第2位です。で、マウンテンライトもね、僕買ってるんですよ。今年の2022年の春夏モデルを購入はしてるんですけども、まあ性能的にはね、もうほぼほぼ遜色ないから、安く買うやったらこっち。もうマウンテンライトがどうしてもやったらもうマウンテンライトっていうことなんでね。マウンテンライトもちょっと安くなってるはずです。一応下にリンク貼っときますけど、定価4万ぐらいなんやけども、今もう売りね、多分3万5000円ぐらいでね、売ってたりすると思うんで、まあ気になる方はね、見ていただければいいかなと思うんですが、こちら第2位になっておりました。チャムスですね。ではね、第1位に行く前に番外編に行きたいなと思うんですが、番外編高かったよねっていうことでね、まず番外編1つ目がこちら、カメラになっております。いや、カメラ買っていいなと。今ね、見ていただいてるカメラもね、まあ、キャノンの RP っていう、まあ、そこそこ、まあ、普通ぐらいかなっていうようなね、カメラをね、使わせていただいてて、まあ、そんな汚い映像じゃないじゃないですか。まあまあ、綺麗やなっていう感じだと思うんですけど、これでね、だいたい15万ぐらいのね、まあ、カメラとレンズなんですわ。で、今回こ
これソニーのカメラ、まあ、ご存知ない方もね多いと思うんですけどね、まあ、アルファっていうやつでね、アルファ 7S3 ってやつなんですけど、まあ、とにかくレンズとかいろいろもろもろ込みでなんぼしたんていうと大体70万ぐらいしました。 SD カード1枚ね、この中に入ってるやつ、これ買うだけでね、これ5万するんですよ。ほんでその後もろもろね、マイクであったりとか、あとバッテリーも1個1万円ぐらいしますのでね、もうなんかいろいろ揃えていたら70万ぐらいしたということで、まあ、これは主にもう1個の撮影部屋で撮影する時用としてね、あの購入したのと、まあ、できたら Vlog もこれ撮れればいいかなぐらいに思ってるんですけど、まあ、ちょっとねその辺はどうなるか分かりません。今ちなみにこのメインのカメラで、この新しいカメラ、そしてこの Vlog 用のね、カメラというこの3台でね運用してて、まあ、一応 GoPro とかもあったりはするんですけど、まあ、GoPro バイク用やからね、まあ、あれなんですけども、まあ、そんなことでメインカメラをね購入したというのが番外編一つ目です。これはまあ値段高いけど、まあ、仕事道具やからね、あの仕事道具ケチってあかんよということなんで、購入させていただきました。ではね次2つ目っていうのがね、こちらズドン、パドローネというところのブランドのブーツなんですよ。でご存じない方もね多いかなと思うんですけども、これまあ日本の会社なんですけどもね、もともとギャルコムデギャルソンとかってね、まあ、聞いたことあるな。ギャルソンってなんか赤いなんかマーク、子供が描いたような絵描いてる、あのギャルソンですか。その通りなんですよ。そのギャルソンのねブーツを作ってた工場が、なんかわしらもちょっとブランドでも作りますなんて言ってね作ったのがこのパドローネというブーツなんですよ。だからコムデギャルソンとか言ったら例えば10万ぐらいしてるブーツやねんけども、このわしら作りましょうか言うて作ったのはですね、まあ、3万とか、まあ、4万以内で買えるということで、圧倒的な品質の高さと値段の安さっていうところがね、いいいいとは言うてますよ。まあ、こうやってパドローネって書いてますわ、こうメイドインジャパン言うて書いてるってね、いいいいとは言ってたけど、まあ、僕はねバイク用としてね購入して防水のブーツなんですよ。だから雨降った時でも大丈夫やし、もちろん日本人に合うように作られてるし、でさらに靴ずれせえへんように、革もね分厚いねんけども柔らかいんですよ。だから足のかかとのところが痛いとかね、小指のところが痛いとかっていうこともなく、革が柔らかいからもうすぐに馴染んでくれて、僕結構靴ずれようするんですけど、これはね靴ずれせずにね今んとこ履けてて、まあ、もちろん芯のあのつま先のところは芯が入ってるので硬いのでね、そういう部分でも安全性もあったりするってことで、それが3万円ぐらいやったんでね、3万5000円ぐらいかな、まあ、これはねありかなということで、まあ、ファッションとして使う人ももちろんいてるやろうけど、まあ、僕の場合ブーツはあんま履かへんから、まあバイク用としてねほんま使うだけなんですけども、まあ、パドローネもね良かったなというふうに思っております。というのが2つ目で、3つ目が何かというと、そばなんよ。このそばめちゃくちゃええよということで、ね、僕ら結構定期的に買ってるんですけど、なんでそばなんていうと、まあ2年ぐらい前のね年越し用のそばとして買ったんですよ。一応高級そばみたいな感じでね、ほんまですかと、そばに違いなんかあんのと、そんなもんスーパーでも売ってあるしね、業務スーパーでも売ってあるしね、まあスーパー玉ででも売ってるわけですわ、ほんなどこでもええんちゃいますのと思ったら、やっぱりなんか信州かなんかのほんまの高級そばってね全然ちゃうんですよ。だからホワイトデーとかでね、あのお返しデーとかっていうのも今キャンペーンとかでやってるみたいなんですけども、そんなことよりホワイトデーとかどうでもいいから自分用途で買ってください。めちゃくちゃいいんでね、僕はもうザルそばにする専門なんでね、ザルそばにキュッてしたら、ね、めちゃくちゃうまいんで、そっからザルそばにはまって、今までかけそばやったんですよ。そんな情報誰が欲しいねんって感じなんだけど、今まで僕かけそば早いんだってやったんやけども、これを機にねザルそばやと、大人はザルそばなんやっていうのをね知れた高級そばになってるので、これぜひぜひ食べてみてください。あの3000円ぐらいやったかな、まあまあ4食入ってて3000円だから1食あたり800円ぐらいということでね、まあそんな安いもんじゃないんやけども、ちょっと大人の休日としてね一つあってもいいんかなというところでご紹介をさせていただきました。ということで番外編3つでしたね、カメラとブーツと、お蕎麦ということでした。では第1に行きたいなと思います。第1はもう圧倒的にこれでした。ズドン、こちらのヌプシの、靴になっております。タウンミュール何やったかな、ちょっと名前はっきり忘れたんですけども、これ何が良かったのというと、とにかく暖かい。だから結構足元ってね冷えたりするんですよね。暖房とかつけてて顔周りとか胴体は熱くなんねんけども、足元寒いなっていうのって結構あるじゃないですか。特に仕事してる時とか室内に寄る時ね、そんな時はねこれを履いとけばね全く寒くない。ただ唯一デメリットとしては、ソールはそんなにね柔らかい感じではないので、履き心地がいいかって言われたら履き心地はそんなに普通かなっていう感じなんやけども、暖かさは間違いなくあるという感じです。でちなみにね中見てもらいましょうか。ちょっとねもう剥がれ出してるということで、そんなにクッション性がねええもんではないんですけども、冷え性の方とかね、まあ相当ホワイトデーとかやから、まあ今からもらっても遅いんかなちょっと分からんけども、僕はもう購入して1ヶ月ぐらい1ヶ月以上経ってると思うんですけどもね、もうガン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 履いていってますので、良かったかなと思います。値段もね結構安いんですよ。9000円とか1万いかん円ぐらいでね購入できたりするということなんで、まあ足元が寒い方とかね、購入してみたらいかがかなと思います。まあ財布がね、財布の中身が寒い方もね、これぐらいだったら買えるかなと思いますので、そんなところが買ってよかったもの2月編になっておりました。次ね3月編はどうしようかなと思っててね、マウンテンパーカーもね
まだ買う予定のマウンテンパーカーもあるし、それ以外にやったらパーカー、普通のフーディーっていうんですかね、パーカーとかもね、ちょっとまあ比較動画とかも作ってみたいなとか、定番のチャンピオンとかね、まあシュプリームとかその辺も買ってみてね、比較してみるのおもろいかなと思ってるので、またまた3月も購入すると思いますので、来月の買ってよかったものでお会いしましょう。ということで本日はですね、買ってよかったもの2月編という動画になっておりました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。